Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。こんばんは。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。最近やっぱり暑いですからね。王子もね。脇がちょっとかゆいなと思ったらね、汗もになってました。滑り王子マスクマンでございます。はい、自宅療養してなんかラジオ投稿してるんですけど全然喋ってない味噌煮込みスキーと、いやー最近暑くなりましたので、今日もまたアイスクリームいただいちゃいました。好きだよね。ダンサーズでございます。はい、そして今週のテーマはつゆ。今週のテーマはつゆです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄から FM ギノワンを選択してください。あ、今日は名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリート整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中。大城バネサの R サプライ個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送一貫サポート東海共和、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、じゃあメールをねご紹介したいと思います。先週のがね1通あったと思うんですけども、はい、そうですね、1通来てますので読みますね、はい、お三方さんこんばんは、フルムン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。味噌煮込みスキーさん番組復帰おめでとうございます。元気に声を出す姿が見れて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ先週のテーマです。痛い、はい、心理的なダメージというより嬉しい悩みを一つ。我が愛車ジムニーがサビだらけになったのですが、先日やっと板金の補修がほぼ完了しました。次のステップはオールペン塗装、ツートンカラーを何色にするか、良い意味で頭が痛いです。皆様は嬉しい悩みで頭が痛いってことはありますか、ということでいただきました。ありがとうございます。ね、新一さんのジムニーすごいんですよ、うん、なんかかっこいいんですけどね、すごい、うん、なんだろう、こだわりがいろいろあって、うん、ね、まあ、好きな方はね、いろいろこう、うん、ね、足回り座ったりとかね、いろんなとこをこうかっこよくされてる方多いですもんね。私見、新一さんのジムニー見たことあるんですけども、はい、足回りいじってられて結構ですねピックアップになってて、うんうん、いい感じになってましたよどんな 山道も走っちゃうって、そんな感じですね。ま、沖縄の場合ですね、山道、山があんま少ないですので。そうそうそう。はい。そうですね。はい。多分砂浜なのかな。ああ、はい、そうですね。はい。はい。はい、じゃあ、今週のテーマ、ついでいきます。はい、はい、どうぞ。はい。敗退名古屋チームの皆さん、こんばんは。あ、今、不整脈よね、アレックス。不整脈？不整脈？え、大丈夫大丈夫ですか今年の雨はちょっと、大きすぎて怖かったです。畑が鉄砲水を食らって土が水に
道に広がってました。まだ梅雨明けしてないから警戒しながら暮らしています。でも梅雨は嫌いじゃないですよ。モイスチャーでドライアイが少し治りますよ。あー、これ湿気があるってことですかね、うん、沖縄湿気すごいんです。すごいですよね、うん、98% とか。でも今年はちょっとね、降るときどっさり降るみたいな感じで沖縄は結構冠水したりして大変で、うん、そうですよね、うん、アレックスさんのところも畑が ね、うん、大変だったんじゃないかなって思います、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では次いきますね、はい、卵屋さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。梅雨鬱陶しい季節ですが、大好きなアジサイの画像を撮りに行けるので楽しみにしています。愛知県稲沢市に聖火寺というアジサイ寺があります。アジサイ祭りは今年はコロナのせいでありませんが、多分お花は見れると思います。アジサイも種類がたくさんあり、狐の尻尾のような柏葉アジサイや学アジサイの品種など本当に綺麗です。今日は知り合いのリモートライブがあり、遊びに来れないかも、あしからず。ああ、そうなんですね。ああ、そうか、今日はじゃあ放送ありがたかな。はい。ついメールがなかったら欠席でよろしくお願いします。はい。聞けない場合は録音して後で聞きますね、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、画像がたくさんあるんですよ。ちょっとじゃあ、マスクマンこれ持ってもらおう。あの、ツイキャスの方はちょっと見れるんじゃないかなと思います。こんないろいろ、うん、綺麗ですね。いろいろ種類があるんですね、アジサイも。アジサイというとですね、王子もですね、あの奈良県にねちょっと遊びに行くことがあるんですけども、うん、あの長谷寺とね、あ、有名な、ね、ですよね、アジサイはね。うん、長谷寺ありますね。たくさんね綺麗な写真届いてます、うん。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、ハイタイアイスプリンです。ありがとうございます。ありがとうございます。梅雨は雨が多いですよね。2歳の子供は水たまりをはしごして楽しんでますよ。長靴であっちこっちの水たまりをバチャバチャしてと。でも、とっても幸せです。水たまりは子供を呼び寄せる何かがあるようです。そうですよね。水たまりね。でも子供の時好きでした、水たまり。なんか、こう、うん、何、掘って、川みたいにして、やりませんでした。いやいや、やりますよ。もうね、子供の頃はね、それこそね、もうびっしゃびしゃ。もう、ね、上から下までびっしゃびしゃみたいな、ね。で、ね、泥んこになってね。そう、それでね、帰るとね、怒られるんですよ、ね。そう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 、うん。まあ、お母さんの気持ちになったらね、ちょっと大変ですよね、やっぱり。あの、結構ね、あの、こう砂もつくじゃないですか。砂っていうか、泥っていうかね。だから、それがね、うん、なんかね、あの怒られる元ですよね。そう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 。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。日賀愛子さんからね、我が家は梅雨時期湿度 80% 以上が日常ですって。あ、うん、あ、やっぱり沖縄県は、ね、そうですよね。ですね。はい。あ、ツイキャス、ひろっちさん、こんばんは。こんばんは。沖縄ワンチュールさんも、名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。バーモントさんも、こんばんはって。で、小勝からもしさんは、青森からツイキャスで見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞメール。はい。はい。あ、私行こうか。じゃあ、はい、行きます。はい。キユ名古屋の皆さん、こんばんは。読谷村のフルムーンイカリーでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜のテーマ、梅雨。沖縄の梅雨は例年ゴールデンウィークの後半か、またゴールデンウィーク明けから始まり、6月末までの約2ヶ月間が一般的です。その間は蒸し暑さとの戦いなわけです。そして今年の沖縄の梅雨は、最初の頃は潔いくらい大雨が降りました。うん、しかし最近は雨が少なく、夏日は差すのですが、心なしか過ごしやすさを感じるのは気のせいでしょうか。いつもなら1年のうちで一番嫌な季節のはずなのですが、今年の沖縄の梅雨はまんざらでもない気がします。年を取ったからかな。キユ名古屋の皆さんはどうでしょうか。名古屋の梅雨はいかがですか。では今夜も最後まで頑張ってくださいということで、うん、そう、なんか梅雨して最近沖縄ね、あんまり天気ちょっと良かったりしますよね。そうですね、うんうん、で名古屋はまだね梅雨入りしてないので、うん、これからですよね。ちょっとその、ま、名古屋の梅雨と沖縄の梅雨のことについては、うん、またこの栄養のコーナーで、はい、はい、ちょっとお話したいなと思います。はい、で続いてね、メールをご紹介します、はい、ダンサーズさん、味噌煮込みすぎさん、マスクマーさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。
リスナーのハートを逮捕するの銭形警部です。ありがとうございます。旧名古屋を聞かない者は逮捕だ。いつになったらね、はい、逮捕されるんかなと思うんだけどね。みそにくみしくりさんは、はい、先週退院され、足のリハビリは順調に進み良くなっていますか。足のリハビリね、なかなか自主的にやるのって大変です。うん、そう、でもサボるとトレーナーの方にバレるので怒られます。うん、まあね、あのリハビリもきついですもんね。きついです ね、痛いけどやらなくちゃいけないっていうところですね。はい。蒸し暑くなる梅雨の季節に入りますが、名古屋チームの皆さん、お体に、あ、お体ご、何？何？お体ご自愛だ。これご自愛だよね。ご自愛ください。ありがとうございます。王子はね、いつもいつもあの元気なんですけどね、ただもう、先ほど言ったみたいにね、脇汗がひどくてね、汗もんなってて、痒くてしょうがないんだよね。それだけちょっと。おだまり。あれよね、なんだったっけ、なんかコナンのやつあるじゃない。あれ、なんかベビーパウダー。ああ、それ必要ですよ。ね、豆に。はい。今週のテーマ、梅雨といえば、やはりこの時期は一番嫌な季節ですね。メールを作成している8時前に、風呂から上がったばかりですが、梅雨時の蒸し暑く汗をかいているのですっきりしないですね。梅雨が終わるまでの間は辛抱の日々ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあでもまあね、あんまり好きな人でもいないですよね、この梅雨のこうジメジメってした感じはね。憂鬱になる感じもありますからね。うん、すっきりしないっていうのがあって、うん、で王子もね、公務からね、いろんなところに出かけなきゃいけないんですけども、大事なね、貢ぎ物をね、献上する場合がありますのでね、そういう時にね、梅雨で雨降ってるとね、大変なんですよね。こういろいろこうブルーシートをかけたりとかね、品物、大事な貢ぎ物って何かと思ったら仕事の納品ってことね。はい、そうだね、そうだね。今すごい考えて、はい、何が何だろうと思って、一応こう出さなきゃいけない場合がね、王子にもありますので ね。じゃあ王子なのに貢ぎ物するんだと思って、それは位の高い方がいますよ。王様って方が。そうか、そうか。はい、なるほど。そうなんですよ。まあでも要は納品ね。はい、そうです。はい、はい、はい、ということで、じゃあ CM 行きましょうか。そうですね、はい、はい、はい、CM でーす。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料を完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は、陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社、052-389-7817。キユナ名古屋。
はい、名古屋栄養のコーナーです。はい。はい。はい、今ですね、ツイキャスの方で、小川力文字さん、東京アラート、発動されましたであるんですけども、はい、その後、比嘉愛子さんが、東京アラートって何でしょうかっていうことで、ツイキャスで、うん。できれば、小川力文字さん、東京アラートの意味を、はい、ツイキャスでコメントいただければと思います。はい。ですね、名古屋栄養のコーナーですけども、はい、本当にですね、梅雨に、ね、なっている今沖縄ですけども、湿度がもう 90% 以上ということで、うんうん、大変暑い、蒸し暑い日が続いてると思います。で、私もですね、梅雨時に沖縄に行ったことあるんですけど、まあまあ沖縄の皆さんから見たらもう本当に嫌な時期だと思います。もう自分も行ってですね、どういう風に思ったかというと、もう息がしづらいんですよ。もう湿気が多すぎて、もう息苦しくなるような感じ。で、まあとにかくもう汗がずっと出っ放し、というような状況で、もうサウナにいる、もう常時いるような感じっていうことなんですよ。で、もうあれはね、まあ沖縄にね、お住まいの方は皆さんご存知かと思いますけど、このラジオですね、他の、地域で沖縄の方っていうのは、うん、沖縄の梅雨とかそんな感じなんですよ。マス君は行ったことありますか？この梅雨時に。多分あると思いますよ。うん。もうやっぱりね、今ダンサーズが言われたように、うん、その、ね、非常にその湿度が高いもんですからね、その汗が止まらないっていう中で、ね、うん、覚えはありますよね。結果汗が止まらない。ただ単に汗かきって場合もありますけどね。はい。で、まあ、名古屋の梅雨もですね、確かに虫は暑いことは暑いんですよ。で、まあ、湿度も高くなるんですけども、うん、いやもう沖縄に比べたらまだマシなのかなと思ってます。うん、で、まあ、ただですね、雨上がりの時に、ね、晴れて日が照ると、本当に気持ち悪いぐらい暑いかなと。うん。うん、まあ、どちらにしてもそういう湿度が高いときって、もう体がこう、なんていうんですかね、こう、汗までこう、寝ちゃってする感じがあるじゃないですか。うん。で、その度合いがやっぱり沖縄の方が強いかなっていう気はしますね。うん。まあ、名古屋もそうなんですけど、比べると、沖縄の方がちょっとそういうね、あんまりね、王子、寝ちゃ寝ちゃ感があんまり好きじゃないんですよね。はい。うん。なんかね、でも、名古屋の梅雨は結構、ずっとしとしと降ってるから、うん、洗濯物が全然乾かないイメージ。マスクマの場合はね、トークもネチャネチャしてるよね。え、さらっとしてない？いやいやいや。さらっとしてないよ。ネチャっとして寒くなるっていう。あ、ほんと？うん。そんなに粘着力があるのかな？ありますね。一回そういう反応をさ、みんなに聞いてみたいな。ネチャっとしてる？王子のトーク。あ、ツイキャス、ご覧の皆様、トークがネチャネチャしてるかどうか、ぜひコメントの方いただければと思います。でもそんなにすぐリアクションできないよね。ああ、したくないかもしれないですしね。じゃあ普通はさ、あれじゃない、うん、なんかこうね、サラサラしてるからトークが滑るっていうね、うん、イメージがあるんじゃないの？めちゃ。サラサラじゃないもん。サラサラはしてないな。してない？うん。やっぱりベビーパウダーが必要かな。やっぱりベビーパウダーが必要。なんだろう、トークがね、なんかまとわりつくっていうんでしょうか。まとわりつく。まとわりつくような。ああ、そう。はい。まあ、そういうね、王子にね、まとわりつかれたいっていう方はね、どしどしね、メールを送ってください。いるかな？いや、いるかもしれないよ。やっぱり、マニアの方がいますからね。いるの？いやいや、いや、今は僕は知らないですよ。ただ、うん、マニアの方がいるんじゃないかなっていうね。うん。ね、この王子に対してね、うん、なんかそういうところがちょっと気色悪いような感じがね、なんか好きっていう人がいるじゃないですか。ああ、ちょっとね、ね、そういう方はやっぱマニアでしょ？ああ、マニア向けってことだろうね、多分ね。でもまあ、マニア受けはするかもね。マニア受けいや、ごく少数の方ですよね、きっと。ね、隠れファンがいると思いますよ。そうなんですか、なかなか表に出しちゃいけないと思ってみんなが。うーん、はい、じゃあ隠れファンがいるということを期待して、名古屋は栄養コーナーでした。はい、まとまってないけどいい？いいよ。はい、
キユナ名古屋。はい、ツイキャスでね、先ほどの東京アラートについて、バーモントさんからです、はい、東京アラート第2波の兆しあり、うん、警戒せよという警報ですねということで解説いただいてます。あ、ありがとうございます。で、うん、そうそう、そしてですね、ひろちさんがもっと詳しい、うん、東京アラート1日あたりの新規感染者が20人未満、新規感染者に占める感染経路不明の割合 50% 未満、中単位の感染者増加比が1未満の基準を上回ったら発動ということで、詳しい解説をありがとうございます。出たんですね、そうすると、はい、そうか、そうなんですね、はい、ね、東京もね、ここ何日かでね、今日ねちょっと増えてますもんね、で北九州なんかでもね、クラスターが発生してますので、うん、これがね全国的にならないようにね祈るだけなんですけども、うんうん、まあね、なかなかこれ難しいなって、今ね、症状が出てなくても検査 PCR 検査によって、うん、コロナウイルスになってますよっていうことが判明してるみたいなもんですから、うん、ね、そういう症状が出ないからなかなか難しいですね、その接触をね気をつけてるにもかかわらずそういうことになりますので、うんうん、皆さんね、お気をつけくださいと思うんですけど、なかなか難しいなっていうふうに感じてます。あ、そうそう、バーモントさんから梅雨のことでね来てます、ツイキャスで来てます。はい、毎年梅雨の時期5月の終わりから6月の終わりにかけて友達と沖縄に出かけておりますが、今年は昨今の事情により来年に持ち越しに、ちなみに過去7回の巡礼で晴れの日の割合は半々でしたということで、梅雨の時期だから晴れ半分雨半分って感じでしょうかね。実は沖縄って晴天率が日本全国で低いっていう。そうなんですね、これは意外でしたよね、うん、なんか多分ね、雨バーッと降って、晴れてみたいな感じだから、晴天率としてはやっぱりあれなんですかね。うん、なんか低いという話を聞いたことありますね。うん。はい、そしてじゃあメールに戻りますね。はい。はい、名護島奈さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。沖縄は梅雨時ですが、私は内地で生まれ育ったので、梅雨といえば田植えってイメージがありますね。田んぼのあぜ道を歩いて下校しながら、田植えの人たちを横目に見るのが梅雨の風情でしたよ、うん、そしてアジサイ、雨に打たれたアジサイにカタツムリって感じです。雨が嫌いでない私は沖縄の梅雨時の風情は山々の白いイジュの花ですかねということで、イジュの花ってね、ちょっとなかなか沖縄県外の人だと分かりにくいんですけど、ちょっと椿に似たね、白いね、椿かなのかな、うんうん、で、まあ、どっちかっていうと、その沖縄の方に咲く、ちょっと熱帯の方っていうかね、ちょっと暖かいところで咲く椿花の花です。で、それが、梅雨の時期に咲くから、そのイメージってことですよね。ということですね。はい、はい、まあ。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、そうそう、個人スポンサーさんの真っ赤なメルセデスさんなんですけれども、はい。ちょっと3ヶ月くらい、もうね、続けて、ずっとスポンサーになっていただいてるんですけれども、はい、今ちょっと入院されてまして、で、うん、明日、明後日かな、うん、明後日ね、手術なので、はあ、王子からエールをお願いします。そうですね。まあ、退院されたね、暁にはね、ぜひともね、王子がしたいことがありますのでね、エールをね、またお送りしたいと思いますんでね。いきますよ。メルセデスさん、大事な人には内緒ですよ。お背中流しましょうか。お引き取りください。今日もいいエコーだったね。安定のエコーでしたね。本当にね。ね、ということで、ね、ちょっとね、自分はすごい退院したばかりだからね、うん、すごいなんか入院する手術前の不安とかってすごい気持ちがわかるんですけど、ね、またこのご時世で手術を受けるっていうこと、すごくいろいろ考えてしまうこともあるんですけれどもね、うん、もう、とにかく、お医者さんに任せて、
うん、はい、うん、もうリラックスしてください。そうですね、うん、そうですね。あと、面会ができなくなる。そうなんですよね。本当、家族もね、全然ね、お見舞いというよりも、本当に差し入れもなかなかできないっていうか。そうなんですよ。ね、私も入院してた時、結局、洗濯物もそれこそ、ね、できないんで、もう自分で松葉杖つきながら洗濯機回してましたからね。本当に持ち込みたいものはもうあらかじめ用意して、行くっていうこと。うん、で、あと、余裕があったら、あの、アマゾン OK ですので。アマゾン OK。わかんないですね。病院行ってるんじゃないから。うん。でもね、もう、もう、手術受けるからには、うん、ドクターを信じて。そうですね。そう。はい、でも、うん、医療従事者の方って本当に最善を尽くしてくれるっていうか、もう一生懸命が伝わるんでね。うん。本当に感謝、感謝ですよ。そうですね。本当にもう、もうお医者さんにもお任せするしかないっていう。うん、そうです、ね。そう。うん。それだけですね。手術が成功しますように。はい、祈っております。はい。はい。じゃもう、はい、はい、ということで、はい、東京アラートの説明も随分、いろいろ教えていただいて。はい。ね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、エンディングでーす。それではですね、来週のテーマです。はい、来週のテーマは2020年上半期を振り返ってね。はい、来週のテーマは2020年上半期を振り返ってです。以前と比べて体重が増えた、コロナの影響で仕事量が減った、などなどお寄せください。この番組は陸上海上輸送を一貫サポート、東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用命は、中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。え、来週のテーマ、2020年を振り返ってか、上半期を振り返ってですよ。うん、はい、小勝からもしたコロナしか思いつかないな。まあね、ねえ、でも本当にそうですよね。そうなんですけども、その中でもね、うん、よりすぐりをいただきたいなと思いますね。ね、そうですよね。うん、はい。うん、コロナのちょっと前の話でもいいですね。そうですね。うん。ね、ちょっとね、明るいニュース、本当いいですね。そうですね。うん。そして、下半期は明るくなるといいな。そうですね。本当にそうですよね。本当にね。はい。王子のトークも、ね、綺麗なトークにしてほしいですね。ね。今日綺麗だったよね。かなり綺麗なトーク だったと思うよ。はい、違う？ということで。はい、ということで。はい。ありがとうございました。また来週。早い。なんでかね。どうぞ。はい。今週もお聞きいただきまして、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ね、梅雨ということで。うん。うん、あ、これからですね、名古屋はね。今でもやっぱりムシムシしてますもんね、名古屋もね。湿気は多いですね。うん、ですね、はい、今、湿度 59% ですね、うん。まだいいね。はい。それでもね、ちょっと汗ばんだね、この T シャツがね、ぴったりくっついちゃうんだよね。ね、だから一人で汗かいてるよね。そうだ。同じ気温の中にいるのに。はい、ということで。はい、はい、ありがとうございました。また来